今日は対称性と保存則で検索した結果ですね。保存則、物理学の中で保存則は重要な役割を担っている。高校でもエネルギー保存則、運動量保存則を使ってきた。レプトン数は起こらない。しかし物理現象が対称性を伴い保存則が見つかったりする。時刻 t にあった粒子が有用の下手さ、その場合は現象でその日を定義する。クォーク模型、強い相互作用。原子核はなぜ結ばれているのであれ、原子核が中性子となっている。もしクォークに反発すれば原子核がバラバラになる。床は媒中間子、媒介質量があり、このポテンシャルは床ポテンシャル。本質的なカラー、強い力の本質はクォーク同質を見つける力である。ここはクォークに光子がグローンに対応している。相転移と対称性の破れ、某サインシュタイン凝縮、上原先生指導教員など、熱力学現象で興味深いものを相転移現象がある。相転移を起こる具体的な例子、理想的に集まった時を考える。量子力学のトポロジーと対称性、谷村翔吾先生。量子力学で言うと、3つの性が顕著、顕微鏡のようにイメージを持たれるかも、実は我々住んでいる把握する。三角形の対称性、三角形は共通の対称性、さらに対称性を持っている。力学の上の対称性と保存する。図を描いたり形を抜いたりすると見えれば理解しやすい。時間発展は保存することで証明、計算問題である。さて力学の例と考えよう。オーロラである。サイクロトロン運動、ここで2次の話が、もちろん遠心運動である。地べつの量子力学、ユークレット空間のまま上昇、ハミルトニアの量子力学、シュレーディンガー方程式がこうなる。このように磁場の激減をなった磁場でいう、トーラス、ここで、ユークリッドの中で話しているトーラス用を考えるとどうなるか。トーラス用ではあっても有機状況を満たすような不正規状況を満たさない。耐震上に今まで議論したようにまとめると、どこの意味しておりしたがって、普遍である。ところが舞台がトーラスに塞がれてしまう。量子力学が世界を見渡す。ユークリッド空間とトーラスは極大で同型で、量子力学ではいつも空間全体のところを見分けるのである。対称性を引き出した江沢博先生、いかに発出じゃない。次、ウィキペディアじゃなかったですね。なんかの平身対称性と運動量。対称性の中には共鳴対称や回転対称性、いくつかの対称性がある。いくつかの対称、その一つが平身対称性、トランスレーションシンメトリーと呼ばれるものである。体格を一つずつ、さらに周期性を次のように表現できる。同様に形式ができ、これが計算できる。これによって直ちに関係と、これらの関係や成分が決定できる。平身対称性と運動量ですね。ここで T マイナスはオペレーターである。オペレーターはまずコンスリューで与えられる。再び格子システムをつけよう、のように表すことができる。ここで暗収集処理とした等が成り立つのはこのことから移行するところである。一般に波速ウェーブパケットとこの辺を変換しよう。各地のエネルギー状態がクリアしてある。次のようなこれとこれになる。この式もガウスの明らかに標準偏差が移行する。解析理由を同演習、原田先生。運動量保存するよりは簡単になる。つまり、とすれば変数の中で整理するところになる。となって全エネルギーを保存している。いずれも運動消臭からラグラジャン法を用いるところになる。ネイサー、ポジティブマイマイがラグラジャン法になるのはこれである。という保存力を確かめてラグラジャン重要である。独立な運動を保存する独立な解けたことになる。確認テストでも求めしているラグラジャンを考える。依存しないときはこれを導け。対称性という概念は本質は把握、古典理解など物理学の洗練性で、より日本でも自動的に実験を理解する。対称性とは理解の大きな役割を演じているアリストテレス。対称性の数学、で対称性とは群と、数学的には群という構造で捉えられている。対称性という概念、これですね。
元一つの定義されて要件を定める対称性は群という概念です、左右対称性が対称性になって逆より平均になっている、対称性が物理普遍性、自然の中でいつどこで起ころうとしても物理に対して同じ結果が出る。ネーターの定理、空間並立系が成り立つと運動応用が成り立つ。普遍化されたあるいは命題すべての空間すべての空間を取ることが飛躍が伴う。保存則の問題のもと現役で研究されるネーターの定理は気になっていたけど、まあみんなだ物理で何らかの対称性が対応して保存量が運動がネーターの意味するところだ。 L に、不安になってこれから残ることを言っていると保存運動法則にならない。ネイタの定義をどうして、ネイタの定義の仕方は何通りかある。今は避けることになる。この過程で意味することは、代表が変わっているものをラグラジャン対称性から表現できる。ということで、まあ、先ほどの代表変化がこれになる。運動量保存、ネイタの保存性を引き寄せると、出し方ができるような形になっている。ただし、このことがなら、今やった平均ラグラジャンからラグラジャンがこれになる。ここで、ベクトルであったりしてもいくらはっきりとしても良いかもしれない。このままどういうような手続きで変形をしていかないことがすぐある、よって定義すればいけない。ここの意味を使っている。あと変形するようにわずかなことから要素にどの区間を見なせる。この先ほど代入してみればそれが成り立っていることが分かる。エネルギー保存、これで苦労したらすぐエネルギーを保存する。そうはマネーだ。ところが過去のハミントニアン定義なんだ。ハミントニアン定義がこの、さあ冒頭で話したお話で今やったら話してくれない。私は力学の前運動量保存は経験則であると説明した。空間に変身対称性があることをどうやって確認したらいいだろう。舞台を投げてみよう。考えられる対称性と保存則、竹本先生しょ、高等学校。エネルギーはなぜ保存すると、保存するこれらのことを述べたい。ラグラジアン、力で関数、これらの経路が極小のラグラジアンのを表している。時間と異常のエネルギーの保存、時間異常で異なる符号のラグラジアンを次のをかける。教科書でニュートンのもとです。力学的な証明している。対称性、ウィキペディアです。物理学。対称性とは物理学、すなわち特定の変化のものです。対称性、普遍性と対称性、普遍性はある量を変化させないままに変化によって数学的に規定される。力の普遍性、観測された物理対称性に議論すると普遍性という有用な概念に着目することができる。連続的対称性、対称性である。平身空間、この理想的な空間と言える。離散的対称性、離散的対称性はエネルギーのことは対称性で、対称性を持っている。交換チェンジブルという CPT 対称性、素粒子物理の標準模型は3つの関連した対称性を結ぶ、区別することができない。物理的な数学、物理対称性数学は数学分野である。ゲージ理論といわれる対称性はゲージ対称性といわれる SU3U1 に基づいて基本的な大まかに言って、 SU の対称性は強い相互作用、電磁力、強い相互作用、 SU 電磁力、そして U1 は電磁力を記述する。電弱力、強い相互作用と電弱力と電磁力ね、強い U1、 ゲージ対称性、ネーターの編成、ローレンツ、P 電気変化、 T パリティ、パリティ、 C パリティ、空間囲んでる、有限時変化、内部難しいですね。限時変化 U1 パリティ、グルーン、レオン、なんとかなんとか、ユニバース専門書、カレント、フリー、ゲージ、ホイラー、フェージ、ガンディ、スタンフォード対称性と保存則